はチャリ旅じゃないですか、はい、だから東京という街を回るんですけども、はい、そのルートをゆかりさんが引いてくれたということで、イエーイ、東京来て2年の私が引きましたほどやないかあれも全員かぶれてるやんじゃん今日は藤本さんが行かないようなおしゃれなところをちょっと行こうかなと思ってます、ね、行かない行かない、確かにおしゃれとはほど遠い存在の AD 藤本です、うん、でしょ、おしゃれすぎて藤本できみたいなないですか、あるんすかその逆に、うん、いやいや、まあ、あまりにもおしゃれすぎると店側も藤本あかん NC やし、うん、で僕自身もおしゃれすぎてジンマシン出てくる時もあるんで、うん、ちょっとまあそれ行ってみてですね、行ってみてですね、はい、で今日せっかくそういうおしゃれなとこ回るのなら、うん、全員でね SNS に写真を投稿して、お誰が一番いいねを獲得できるか勝負しようっていうのも同時でやっていこうかなと、これは負けられないですよ、これは負けられない戦いですね、うん、ただインスタグラムでやっちゃうと、もうゆかりさんがいつも8兆いいねとか獲得してるからゼロ何個多いね、ちょっと今日はツイッターで勝負しようかなと、あ、ツイッターの方で我々の畑でね、そう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 、だから、ね、見てる方も遡ってね、その写真見れるんでぜひ見ていただけたらどうかなと思うんで、はい、頑張っていきましょうか、頑張っていきましょう、一日、はい、ところで今日藤本さん自転車はどうしたんですか、ドグマ F F、 これ、はい、もうドグマ F ですよ、新しい F、僕のスペックと釣り合ってないよね、エンジンとマシンが、富士ヒル2時間40分の男ですよ、マジで足切りされる直前でしたもんね今日はね、あのお借りさせていただいて1日乗って、そのね、軽いインプレなんかもあの最後の方に出したいなと思うんで、それも、ね、見てきます、ドグマ F の F は藤本の F だと、ドグマ F 藤本です、でそれ、マウスとピナレロさんに怒られません、多分ガチで怒られる、ガチで怒られる、多分ガチで怒られる、藤本の F ではないそれだけは絶対にない2代目社長に、ね、怒られる合わせていいですか、レッツチャリ旅、バリバリ関西人ですね、もうあれでしょ、でももう関西っていう出身ってこと黙ってるんでしょ、みんな周りには、いや、どうせ黙ってるんでしょ、関西出身のあれでしょ、僕みたいなやつは撮影以外と一緒に歩きたくないんでしょ、どうせ、はい、じゃあ早速行きますか、こんなガヤと靴がすぎるわで、普通にこういうとこ使われたりするからね、あ、そうなんですか全然使います、そう、普通に使ってきますよ、じゃあ回してこ、回してこ、え、これもう行っちゃっていいんですか、はい、じゃあ左に曲がりますよ、左に行きます、車いるんでちょっと待ってください、車いるんでちょっと待ってください、あ、聞こえてる、聞こえてる、安心して聞こえてるからゴリゴリ聞こえてるから主導権握りたすぎやろいや、ちょっとそんないいツッコミやめてよ、岡田くん、いや、岡田くんのツッコミマジ、いやいや、面白い、面白い、ほんまにはい、行きますよ、はい、いやこれゆかりさんの後ろ走れるなんて特等席やな、これでしょでしょ、炎上してもいいからいらんこと言うだろうかな怖い怖い怖い、全然使えない家になっちゃってね、そうそう、どんだけ怒られてもいいからめっちゃいらんこと言うだろうかなこの人多分自由にさせちゃいけない人だ右です、はーい、あ、あ、ちょっと歩道行きますね、はーい、え、関東は右左側走るけど大阪だったら右側走るとか、いやいや全部車道、あのあれですよ、うん、車両は左っす、その理論全然エスカレーターのやつや、そう、あの道路交通法まで変わらないですから、うん、関西っていう国じゃないですからね、あれ地域ですからね、あ、なるほど、藤本さん東京走るのは、実は2日前に、はいはい、あの自転車をお借りして、はいはい、東京タワーまで行ってきたんですよ、あ、そうなんですね、でその時のツイートが、うん、とかインスタがね、結構皆さんがいいねくれたんで、はいはいはい、これちょっときらめいかなと、あ、今日勝負するじゃないですか、いいね勝負、うんうんうん、東京ならではのものを映せば、はいはい、いいね来るんじゃないかと、あ、普段関西の人がね、そうそうそう、おいおいおい、アドバンテージがあるな、おお、だから、そう、何かね、だから普通にやったら多分ゆかりさんが一番いいね来るじゃないですか、いや、そんなことないですよ、ツイッターは岡田君とは変わんないです、マジで、ほんならわし負けるかな、じゃえ、絶対に勝てへん人と変わらないその人がいたら俺もわし負けやなきゃ、いやもうそれで俺の 2,3 いいねしか来なかったら泣いちゃうぜ、俺2,3 いいね2,3 いいねで泣いちゃうぜ、俺載せたんかバン、それバンだからこれ右に曲がるんで2段階右折しますね、はい、歩道入ります、2段階右折です、なんかするんですね、ゆかりさん、てか、マスクとなんかおそらく俺、鼻毛出てないから見てくれへんから、いいよ、
ギリ出てない。ギリ。ちょっと押し込んどくか。押し込んどこう。藤本さん、鼻の穴でかいですね。そうや、だから鼻毛がね、むくむでしょう。嫌で、それが。俺も、あ、出てない、鼻毛。ギリ出てない。ギリ、あ、よかった、よかった。あ、出てるわ。あ、出てるわ、やばい。嘘つけ。本当に。私、鼻高いけど、鼻の穴ちっちゃいんですよ。ほんまやね。欧米の感じがするね。そう。え、フォークかなんかなんすか。じゃないですよ。フォークだ。ゼロゼロゼロ、ジャパニーズ。ジャパニーズ。ジャパニーズ。好きなピザ、好きなピザは？クワトロフォルマッジ。普通のやつや。いや、いい天気っすね。いや、めちゃくちゃいい天気よ。ね。本当に青空がマジで青いな。ね、もう秋晴れってこういうことよね、多分。ね。気温がいいじゃないですか。涼しい。でも走っててちょうどいいぐらい。確かに寒くもないしね。え、最高やん。止まります。本当にまさにスポーツの秋って今日のことやな。いや、ほんまに。うん、皆さんこの辺はよく走られるんですか。都内走ることってあんまないですね。都内っていうか、このいわゆるこの都心部意外にないんですね。そうですね、だって信号多いじゃないですか。まあカフェとかゆるくだったら楽しいんですけど、なんかがっつり走るんだったらやっぱ郊外になっちゃうんですけど、でもなんか結構ね、僕普通に仕事の移動で走るんですよ。ほう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 。だから通勤と、まあ通勤いわゆるそれですよね。そうですね。やっぱり自転車はね、便利ですよ、都内走るのは。いや、今日も電車乗ってて思ってたんですけど、これは自転車乗るわと思ったんですよ。そうなんそうなんです。あのすごい人やったんでぎゅうぎゅうね。そう、自転車で移動の方が快適やなっていうのは正直乗ってて思いましたね。電車に乗っててね。みんな自転車乗った方がいいってことですよ。いや、そういうことですよね。うん。藤本さん、ちなみにここ何公園か知ってます？これ、うん、これダメダメだ、あの茶色いの見たらダメだ。茶色いの書いてんの？書いてるからダメだ、見たらダメ。丸の内公園。丸の内じゃないな。何の内？何の内？幕の内。え、で何公園？日比谷公園です。これが日比谷公園か。よくなんか音楽系のフェスとかね。いや、聞く聞く、よくニュースで聞くでしょ。ここがね、日比谷公園か。ここが日比谷公園か。ここね、冬になったらいつも毎年クリスマスマーケットとかやってて、すごい可愛いんですよ。へーへーっつって、俺東京在住10年なのに初めて来たけどね。あの、ほんでやっぱ日比谷という名前、うん、プラスこの天気、うん、テンションは爆上がり。ここの通り空がやばいっすね。空やばい。え、東京ってずっと年中こんな天気なんすか。あ、そうそうそう。いや、こんな天気。おとつ雨降っとったかな。皆さんこれね、見てよこれ、すごい。雲一つないです今日。あ、ほんでこれ、こうこうこう皇居。ねねねね。ふわ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 言うてるやん。皇居。皇居。ふわふわふわ皇居。めっちゃスクラッチしてたね。もうフローぶち上げやん。おおお。皇居。DJ ゆかり。こう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 皇居来たぜ。おぶち上げや。いや、東京都内なのにこの空の広さはすごいな。今バスですっげえ狭くなっちゃったけど。その話をした瞬間バスですっげえ狭くなっちゃったけど。何？今日藤本も入りたい。遮る。ゆかりさん必殺。話を遮る。聞いてなかった。ゆかり方、ゆかり方、ゆかり方。藤本が何？藤本の笑いレベルを今日超えてくるつもりやなと思ったんですけど、もうそんなもん、こんなもん再放送したら何も思わないですよ。そら。そんなゆかり方は全て持ってたから。藤本の何じゃないですよ。九段下、飯田橋、うん、すげえ。藤本さんからしたら見慣れない見慣れない土地の名前ですね、うん、そしてこんな綺麗な公園入りたい、皇居ですよ、皇居。ここにすごい。これが皇居なの。そうです、そうです。ここ、そりゃマラソン、ランニングも気持ちいいわ。でしょ、走りやすくないですか、広くて。マジで。うん。で、これが日曜日になったら、なんだっけ、岡田さん、パレス…パレサイ。そう、パレサイって言って、はい、車がなくなって自転車とかランの人でバーッと走れるんですよ。ほー。なんかあの、自転車のなんだろう、歩行者天国じゃないけど、はい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 、
あのそういったあの区画ができるんですね。そういうのがあると、はい、パレサイって言われてますけど、あれ、ほんま、それこそほんまそういうのもやってくれるっていうのはやっぱ東京っていうのはかなり自転車に理解がある街なんですね。そうですね。レッツちょりたかり。こんなおしゃれな街をおしゃれなリドレーに乗ったおしゃれなゆかりさんについていく、おしゃれじゃない AD 藤本。ほら、藤本さん、あれ右見て、右、はい、右、あれ何通り過ぎたか分かります？何ですか？ほら、右の奥、右の奥、はい、がどうされました？見えなかったの？何が、虹かなんか出てた？見た、岡田くん、あの右の奥全然見てない。あー、そういうことね。そう、何、はいはいはい、俺だけ仲間っすね。あ、東京駅あったんですか今？そう、今東京駅、あの有名な赤レンガのあれね、方のやつがバーンって行く？行く？あの、あ、でも行く方向なんですね。いえ、こっちですよ。うん、あと、まあ、行った自由ですか？いいです。やばい、この自由度自転車業界で天下取る人かもしれない。世が世ならてっぺん取ってたよ。世が世なら、おう、わがわが日本を治める人間だかもしれない。世が世なら何この木漏れ日がいい感じですね。いいっすね。うん、木漏れ日という言葉、ワードセンスも高いもんね。あー、ワードセンスがいい。この自由箱の隅をつつく褒め方ね。やっぱりこう YouTube やってたらワードセンスって気になりません？まあ、しゃべりのテクがね。そう、引き出しを大いに越したことないじゃないですか。引き出しね、多めでやらせていただいております。たまりまーす。特にね、岡田くんなんか声優業もしてるから、そのワードってのはよく知ってる方じゃないですか。言葉の国語は得意ですね。しかもポン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 出てくるんですよ。あいつどんどんいつもハードル上げるんですよ。やってみますか。やめとき、やめとき。藤本恒例、面白魚介類。出た。え、それ前やったもん、私は。あれ、ちなみに、ななチャンネル、ななさんは赤貝でしたよ。赤貝って言ってましたよ。赤貝です。赤貝。あの走ってる時にね、ななさん、面白魚介類お願いしますって言ったら、え、何それ、わからん、赤貝って言ってましたよ。それはなんか、ななさんのキャラが出ていい感じ、かわいいですね。じゃあ岡田さん、面白魚介類お願いします。シタビラメ。おお。わあ。恥ずかしいな、これなんか。面白魚介類の正解は何？知らん、俺は聞いたよ。皆さんコメント欄で くれません？面白魚介類で一番おもろいの何？藤本さんが始めたんじゃないんですか？あの小判ザメとかじゃん。小判ザメ、それなんか生き様とかじゃなくて。あ、生き様、誰が小判ザメ。やめとけよ。小判ザメって魚介類なんですか？面白魚介類ね。ゆかりさんの面白魚介類だ。あ、あれなんですよ。使えるかな。使えるかな、このチャンネルで。ゆかりさんの面白魚介類、リアルにナマコだからね。あれリアルやったんですね。うん、あのナマコっていうのが、あのちょっとトレンドワードになってて、一時ナマコっていうのが。レッツチャリダビー。いやー、なんだかんだでもう30分走ってますね。あっという間。あっという間ですね。うん、永遠できるね、これね。え、ずっと走ってられるわ。いや、永遠できる、めっちゃ楽しい。うん、言うてる間にもうすぐ着きますよ。もうすぐ着きますか。はい、あとね、1軒目、1軒目あれですね、確かセンベロの店ですよね。早くない？朝やね、まだ。センベロって何でしたっけ。え、1000円でもベロベロに酔えるっていう。もうてかさ、12時ぐらいから串カツとビールでさ、クランクアップでいいんじゃないかな。楽しかったし。ここ東京。ここ東京。ここ東京。いえいえ。今何の話？天王寺かどっかの話してました。いやいや、新橋ですから。新橋ですから。何、天王寺ディスってる？我らの地元ちょっとディスってる？え、ちょ、大阪勢黙ってないよ。来られるよ。今大阪勢には今をときめくマサ様がいるんですからね、こっちは。そうですね、こっちのリーサルウェポンマサ様控えてるからね。強すぎな、強すぎ。おい、小判ザメ出とるね。小判、あ、出た、伏線回収。これ左に行きます。そして左に見えますのは、あの、うわ、あの玉ねぎは
何でしょう。え、あれでもあのシルエットはよく見るテレビで。そうそう。あの国技館。ぶ惜しい。日本武道館。正解。こんなとこに日本武道館あんの。そうなんです、ぶち上がる、はい、日本武道館。レッツチャリダリー。この中にカフェあるんですか。そうなんですよ。え、この中にカフェがあるの。そう、武道館の中に。武道館なんかカフェあったらそれケータリングだろ。私がルート踏んだんですけど、今年ちょっと前にできたばっかりで、はい、行ったことないんですよ。行きたいなと思ってて、行きたいリストに入ってるカフェで。ゆかりに、ゆかりはないんや。そう、ゆかりにゆかりはないんや。でも今からあの、うん、私のゆかりにする。今からゆかりにする。ゆかりのゆかりにする。ややこしいわ、どんだけゆかりに。ちなみにご飯にはいつも何かけて食べるんですか。ゆかり。大正解。彼氏もいるんですよ、ヒロシかなんか。緑色のなんか視聴者ドキッとしたよ。ゆかりの彼氏もいるんですよって。絶対ドキッとしたよね。ヒヤッとしたやつが出せる。藤本さん、来ました。あー、第一カフェ33です。はい、見て、武道館の隣にあるんですよ。ほら、本当窓なりだね。そう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 、すごー。中身美味しいパンとか、あとアイスも売ってるので行きましょう、行きましょう、行きましょうか。お腹空きましたよね。レッツチャリ旅。中も超綺麗。おしゃれ、広い。おしゃれですよ。しかも見てください、イノベーションセンターがありますよ。カフェの中にどういう、うんうん、これね、7月1日にできたばっかりなんですよ。早速、はい、いただきましょうよ。美味しそうなやつが並んでますね。いい匂いしますもんね。美味しそう。おおおお、なんかね、うんうん、あのメニューをオーダーしなくても休憩だけでも OK。 あ、そうなんですか。そうなんですか。何いきます。そっか、あのパンの他にもこういうのもあるんですね。ベジタブルカレー、チキンタップル、アジアントマトカレー。これ一番カロリー高いです。僕はサンドイッチで一番おすすめが欲しいです。おすすめですか。一番売れ筋おすすめ。そうですね、全て美味しいんですけれども、うん、生ハムとモッツァレラのパニーニがよく出る。それください。じゃあ、はい、そうだ。じゃあ私はこのピッツァの中でおすすめってどれですか。あ、でも本当に売れ筋はマルゲリータよく。あ、なるほど。もう直球ですよ。あ、でもマルゲリータ以外でお願いします。以外で。私はハムとマッシュルーム。ありがとうございます。チョリソーとコンタチーズ。決まってたやん、もうそれ。だからサンドイッチ、ピッツァと来て。あ、そしたらもう俺キャラ的にももちろんね、あのこっちカレーでしょうよ。でも、岡田くんめっちゃ似合いそうよね、なんかこういうカレー、うん。俺これですね、ベジタブルかチキンかで言ったらもう 100% 肉でしょ。チキンたっぷり、アジアントマトカレー。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。レッツチャリダリー。ドリンクがすごい豪華な、ね、かわいい、女の子っぽい。かわいい、はい、見た目上手なんで。いいね対決するって言ってじゃないですか。あきらかこの2つの方がいいね来そうじゃないですか。いや僕はもう、うん、僕にカレー来たらもう強いっすよ、うんうんね、私もかわいいドリンクあるし、うん、インパクトがやっぱね、うん、そう、うん、そういうのもなんで選ばなかったんですか。いやいや、おすすめしていただいたから、うん、私はこれを選んだんですよ。あなたは全力無視して自分の姿を映えるやつが良かった、見た目が。じゃあもう最初から自分で選びなさいよ。映えるやつ。なんで聞いてもらおすすめよ。藤本さんの真似。写真撮りました。私、撮りました。はい、撮ってないです。撮りましょう、撮りましょう。じゃあ食べててください、写真撮ってるんで。はい、ほら、ちょっといただきます。藤本さん、じゃあパニーニ。お、パリッと音が、うん、めっちゃ美味しい。サックサク。いやー、うまそう、それ。すごくいい香り。へえ、これ2、3個いけるぞ。マジ？2、3個いける。じゃあ邪魔しないでください。邪魔しないで、写真の邪魔。いいね、下がる。ちょっとね、インスタとか上手い人ってすごいね、写真のこのうまさが、ね、撮ってたね。一番綺麗に写る位置が分かってるんやわ、多分。分かってる。だって、看板も見せたいし、これも見せたいし、これも見せたい。めっちゃうまい。欲張りやな。すげえ。じゃあ、こんな感じで撮りました。そら、いいね、押すわ。
でもね、実際いいね誰がもらえるかは分かんないですからね、やってみないと。あんだけこだわっても予想に反してその、おいしいコメント遮って出した食レポが美味しいですからね。薄ない？でも思ったより甘くなかった。想像もっと甘いのかなって思ってたんですけど、抹茶が濃くて、クリームが甘いので抹茶好きな人は混ぜなくて飲むのがいいし、甘くした人は混ぜて飲むみたいな。二度美味しいやつですね。そう遮ってごめんなさいね。いやいやいや、今更あんたもう一回見ちゃうからね。3、4回言ってるからね。何回かやってるから床にカッカーって何回も僕の話遮ってますから。いただきます。鼻高いからちょっとほんまにつきそうやった完全に期待したんだけどね。ねえ、あポチャッ、ね、じゃっ、ゆかり何してんねんお前、ね、才能ありすぎるって今のは。いや、ってってか、めっちゃ美味しい。美味しい、夢中になりすぎてクリームがね。そう、超美味しい。あの、下がパリパリで、中はふんわり。ほんまのピザみたいな感じですか、じゃあ、うまそう。すげえ。うまそうやね、これもね。やりづらいわ、ゆかりさんの後。やりづらいわ。全部やったもんね、もう。笑いあり、ね、知識あり。普通にやったもん。俺、これひっくり返すぐらいのインパクトないと、もう、ま、負けちゃうからね。ポシ、一点ずつだ。ほらっつって。ご提供だ。じゃあ、いただきたいと思います。チキンのね、たっぷりカレーということで。うまそうやね、それ。ゴロゴロ入ってる。これ、すごいです。チキンのもう大きさが。いただきます。うん、あ、うんま、これあの、結構ピリ辛なんですけど、うん、すげえね、爽やかなスパイシーさで、これあれですね、小でいきます、小で小米小でいきます。あの顔見てるだけでも美味しそうやったもん。めっちゃ笑っちゃった。早い早い、誰にも渡さんと。そらへんわ、そらへんわ、負けへんぞ。めっちゃ美味しいです。